軽井沢白樺とね三角屋根の家で日本車が走ってて、だからちょっとね田舎のラブホにしか見えない。私も今そう思ったちょっとお城風な感じが。でも文字は読めません多分逆なんでしょうけどね。うん、そう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 。確かにあっちが真似てるよねうちらが輸入してんの。これがウラジオストクの入り口的な。やっぱり採石場だけど。こっち見えんじゃねえ海とか。来たこれ。右側アムロ湾です。あれがアムロ湾。おう。揺れるな。普通になんか今人が歩いてたけど大丈夫なの？海の上を。ちょっと。それ軽いモーズや。ロシアですね。なんか初めて来るとどのライン走っていくか分かんないね。だよね。なんかあれか、道路直したばっかりとかそういう感じで。おお、すごい撮って撮って あすごい、すげえすげえ、おめでとうおめでとう、分からないけど、おめでとうってなんだっけ。スパーシブはありがとうコングラチュレーションおめでとう、バズドラブリアユバズドラブリアユ、すいません無理です。テンション高かったな、ねえ、しかも顔出したり出てきた、おこっちも行けシャンペーンとか飲んで、本当だ、シャンパンだ、シャンパン飲みながらで、あれ両方とこう あれかチューした、チューしたアップにしてるんじゃない。男性ちょっと キスした、ね、キスした男だよね、うん、男性男性だね。え、俺じゃあさっきだって奥さんそっか、あ、そこだね、なんかさ、また引っ込んで出てきてて、なんかテレビみたいあれだね、空き缶でガラガラガラみたいなのと、うん、みんな結婚式はあんなふうにやる。金曜日と土曜日結婚式の日です。金曜日と土曜日なんだ、普通土曜日。まあそうだよね、平日だもんね。で、多分今日夜通し遊んで、うん、明日倒れて月曜から仕事あ、本当だ、出てきた出てきた、ちょいちょいね、あはははこれで、なんだろう、移動して、ね、そうか、そうそれとも、ああ、どうなんだろう、ね、会場的などう、でも、こっちの結婚式ってどういうやるんだろうね。パーティーはやるんだろうけどめっちゃ渋滞してる。やっぱ教会で何かやった後は家行ってパーティーとかなのかな。うん、そうなのかな。もう酔っ払っている、酔っ払ってますよね、うん、明らかにヘロあ、なんかちょっとあそこ通じ合っちゃってるけど俺らも俺顔出してもいいんじゃないの大丈夫、乗んな、あのビッグウェーブに乗んなくて大丈夫、俺ら乗んなくてもいいよあ、そう、しかし明るいな、9時13分だって。でもパリってこんなもんだったし、パリもそう、10時ぐらいまで明るかったね、うん、この時期5月だからってことなんだね。そうそうそう、一応サマータイムでもあるんだっけ。サマータイム、うん、来週サマータイムもやっていないです。あ、やってないんだ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。去年から。ああ、じゃあ冬とかなくなったって書いてあった。サマータイムがなくなるじゃなくて、冬サイトがなくなるんだと思って、夏に合わせたみたいな。おお、ああ、そうなんだ。そうそう、じゃあ時間差はそのままだったから、
サマータイムをなくして時差は2時間。そう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 。街中になってきてる。正教会、うん、あーなんかこれ見るとロシア来たって感じがするね。あなんか上のあのね丸い感じがテトリスで見た気がする、うん、よいしょ。なんかトロイカとか流れてきそうだね。和だね。おお。読めない。これ寿司のレストラン。なんて読むんですか。トイカシウ。違うな、絶対な。ノスタルギーでちょっと有名なあのロシアのレストラン。実はホテル近いです。ホテルちょっと。全部そこ。ウラジオストクの駅はどっちの方ですか。下。あ、下、後ろ。後ろ。なんか高台に来ちゃったよね。通り道じゃないけど。お、ロシア。ロシアこの辺か。廃墟。作り中でしょ、これは。作り中か。アトランティス。ここだ。見覚えのある写真で見た。写真で見た。はい、はい、ラジオストーク。はい、ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。お、寒い。スパシー。スパシー。スパシーバー。わ、戻った。はぁ、着いた着いた。ちょっと寒いね。でも全然マジでいけるね。すごいな。え、すごい。どっから？ドイツ。あ、ドイツから。すげえ、洗車してあげたい。これなんか何このあのダクト。なんか意外に普通に良さそうな。あれどこ行った？入った。カジノって書いてあるね。よいしょ。どこや？見た。やっぱカジノあったよ。あるんだ。うん。スポ？パスポートが必要ですか。クイーンにはなんと。あそこでドレスしてるよ。あ、本当だ。ドレス？あ、結婚式？見てくるよ。すごい。いいのか
撮っていいのかな、聞いてみ。日本人です。あ、日本語喋れるんですか。日本語をしてます。あら、日本センターに。あ、そうですか。日本仙台、日本センターに。あ、はい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 、ラジオストック日本センター。あ、そうなんですね。ちょっと今ね、綺麗な人がいたからなんか撮らせてもらおうと思って。写真を撮って一緒に。やった、写真撮りたい。こっちカジノ違うよ、ストリップって書いてあるよ。